湯浅町立図書館は、和歌山県有田郡湯浅町湯浅にある公立図書館。1908年に開館した歴史の長い図書館で、ある、JR 規制本線湯浅駅に直結する複合施設、湯浅駅像にある。1908年6月に、キー教育会有田郡司会が、有田郡教育品陳列場として設立した。同年には、 和歌山県立図書館が開館している。その後、有田郡へ移管し、有田郡立有田図書館に、改装、1920年9月に発足した和歌山県図書館協会の原価名館として参加した。1923年に、軍政廃止のため湯浅町へ移管され、湯浅町立図書館となった。湯浅町へ移管したものの建物は、和歌山県からの借用であったため、 1942年に和歌山県土木事務所から返還要求を受け、一時休館を余儀なくされた。なお、和歌山県では1923年時点で33館の通俗図書館があったが、湯浅町立図書館の一時休館の時点では、五ぼ町立図書館、田辺市立図書館、串本町立図書館の3館しか残っていなかった。1946年に、 湯浅国民学校の一角を借用して、湯浅サ町立図書館が再開した。1950年に、市所の新しい取り組みが走行して利用者が激増し、館社が手狭になった。そこで200万円を投じて1954年に148平方メートルの館社を新築した。1961年3月に、 湯浅町中央公民館が竣工したことにより、湯浅町立図書館は中央公民館の1階へ移転した。湯浅町中央公民館は木造2階建て、延べ床面積148坪であり、事業費は477万2000円だった。1978年7月の広報湯浅では文庫本からベストセラーまで多数の新刊を購入し、また、 和歌山県立図書館の蔵書を一括して借りているとしている。同時点の開館時間は9時から12時30分と13時30分から17時までであり、日曜、祝日は休館日だった。1984年4月1日には、湯浅町文化福祉センターがオープンし、2階に湯浅町立図書館が移転した。この建物は1957年に、 湯浅郵便局として建てられた建物である。1984年時点では、有田郡唯一の公共図書館であり、蔵書数は15,544冊だった。文化福祉センターへの移転によって、図書館部分の床面積は、中央公民館時代の約2倍となっている。図書館と同じ2階のフロアには、童話問題について学習するための童話資料館も、入った。 文化福祉センターへの移転を機に、なぎ文庫設立有志の会から児童書の新刊約1600冊が寄贈され、なぎ文庫コーナーが設けられた。1990年代には、職員配置が図書館側の意向通りにならないという課題があった。2003年6月6日、湯浅町文化福祉センターの2階から1階に移転し、再び湯浅町立図書館が開館した。 図書館を新築する案もあったが、究極者を専門家に診断してもらったところ、耐震補強をすればまだまだ使えると言われたため、再利用することになった。設計は2002年7月1日から9月30日、工事は同年10月から翌2003年3月に行われた。なお図書館は工事のため、2002年8月より休館していた。 施設を更新しただけでなく、拡大読書機や音声朗読機を導入するなど多様な人にとって利用しやすいようにした。2008年11月1日、木の国や文在門を学ぶ会が有志によって組織され、湯浅町立図書館が東京大学の協力を得て集めた文在門に関する古文書を読むなどの活動を開始した。2018年11月、 湯浅町は JR 紀勢本線湯浅駅前に建設予定の複合施設計画を公表し、2階に自動書や醤油に関する資料を集めた図書館を設置することを発表した。2020年10月3日、湯浅駅に直結する複合施設、湯浅駅像に湯浅町立図書館が開館し、湯浅駅像は全面オープンとなった。湯浅駅像は 鉄筋コンクリート構造3階建てであり、延べ床面積は約2940平方メートル。1階には、湯浅町観光交流センターと湯浅町商工会があり、2階には湯浅町立図書館があり、3階には湯浅町地域交流センターがある。湯浅町立図書館の旧館の建物は、湯浅郵便局として1957年に建てられたもので、 鉄筋コンクリート構造を一部鉄骨補強の2階建てで、敷地面積は1315.80平方メートル、建築面積は472.12平方メートル、延べ床面積は849.92平方メートルである。直接郵便局から図書館へ転用されたわけではなく一度、湯浅町文化福祉センターとして利用されていた。湯浅町立図書館は、 文化福祉センター2階の一角に設けられていたが、改修により、図書館主体の施設に生まれ変わった。改修時の設計は、スタジオハルピン。試行は、中平建設が担当した。総工費は1億2900万円。設計にあたっては指名プロポーザルが実施され、スタジオハルピンが選定された。実施設計の段階では、小、中、高校生、公募で選ばれた。 町民、高齢者、団体の代表者とのワークショップを開催して、住民の意見を集約し、みんなの図書館とすることを目指した。図書館の立地する湯浅地区は、重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、杉の修正材を用いた縦格子を外観に設置して、古い街並みと調和するように工夫している。この格子は、耐震ブレースの目隠しの役割も持っている。 元の建物から開口部と腰壁を撤去し、広くなった開口部にアルミサッシを入れ、乳白色のフィルムをガラスに貼っている。こうした外観はアンドムをイメージしたものである。老人憩いの家が2階部分に併設されている。図書の過重の観点から図書館の主要機能は1階に配置し、2階には学習室と研修室を設けている。入り口から入ってすぐのところに、 奇襲材を用いた局面の書夏があり、新着雑誌などが置かれている。この書夏のカーブに沿って進むと、自動コーナー、閲覧室の順にたどり着く。JR 紀省本線湯浅駅から徒歩1分の複合施設、湯浅駅像にある。JR 紀省本線湯浅駅から徒歩5分の場所にあり、建物は、旧、湯浅郵便局の局舎を転用したものを利用している。 駐車場はあるが、4台分のみである。独自のコレクションとして、湯浅出身の木の国や文在門に関する資料を約120点所蔵する。ありがとうございます。